プライドミドル級グランプリ準決勝、海付け大将軍マウリシオ将軍、ブラジル最強軍団シュートボクスアカデミーでシューバと共にグランプリ制覇を狙う将軍、現在23歳、アカデミー生たちの間ではシューバを超える逸材とささやかれる海付け大将軍。1回戦はグランプリ優勝候補の一角、シューバ最大のライバルであるジャクソンを一方的に攻め立て KO。 やむことのないキックとパンチ、つけることのないスタミナが武器。Mas sei que vai ser uma batalha duríssima e o Cubano é melhor do que eu, sem dúvida ele é melhor do que eu, mais experiência. Mas eu não vou me entregar fácil, não. Dark Cycle, Alistair O'Brien. Hammer 片手に入場。その意味は未だによくわからない。だが、このハンマーを手にして以来、KO の山を築いてきたアリスタ。最大の武器は、ハンマーのごとき破壊力を秘めた左蹴り。そしてもう一つ、長身を生かしたフロントチョークスリーパー。二つの武器を引っ提げ、ベスト4に残った25歳の若き新星が超リラックスしてグランプリの頂点を狙う。いや、大変ボス。プライドグランプリ準決勝、マウリシオ将軍 VS アリスター・オーフレイン。レディーファイト。マウリシオ将軍かアリスター・オーフレイムか、今試合が始まった。いきなりいきなり組みついていった両者。さあ身長差が決まる。オーフレイムが今、高田さんうまいねとありました。どの辺が今うまかったんでしょうか。あ、ちょっと待って、そしてフロントチョークか。これで2回決めてますかね。膝危ないですよ。2回決めている。そうなんです、これで1回戦2回戦と決めている。将軍が今度は逃れました。そしてパンチを打ってくる。倒れない。そして足をかける。倒れない。なるほどね。オーフレームバランスがいい。危ないですよ。チョーク、これは回り込んだ。将軍回り込む。今度はどうするか。将軍膝がしかしここから飛んできます。ここから倒れないですよ。オーフレーム本当に倒れませんね。バランスがいいですよ、はい。ここは右でパンチを繰り出しました将軍です。しかし膝を返すオーフレーム。将軍はね、膝あの体勢からね、うん、俺らポジェリーを、ね、バンバン倒したんですよ、非常にテイクダウンがうまいんですから、ね、取らせない、取らせないですね。いや、これ大きく倒れません。もうこれ危ないですよ。フロントチョークが入った。3戦連続か。フロントチョークが入ったじゃないですか。フロントチョークが入っていた。さあどうだ。これは将軍がこらえている。抜いた。さあ外しました。よく抜いた。危なかったマウリシオ将軍。これ入ってましたよ今。いやさんびっくりしましたね。入ったかと思いましたね。ここは将軍のポジションです、うん、さあ将軍どうするか。踏みつけますよこれ、ね、さあ踏みつけるタイミングだぞ。左で蹴って、さあここは蹴りを入れてくる。危ないぞ。これは一発入ったら終わりです。膝を打ってきます将軍。将軍も実は膝が得意なんです。ラッシングパワーが注目されますが膝蹴りもあります将軍です。もう乗りました。倒してきたオーフレーム。さあ今度は後ろから将軍。オーフレームがこの形になる。そこをサイドへかハーフガードになっています。まあ全く本当に止まりませんね。サイド取りましたよ。ここはさあサイドポジションの将軍、まあ、この守りの体勢を崩したいところ。腕を締めるか。腕を取った。ただねここからの、ね、脱出がまたアリスタ上手いんですよ。なるほど、うん、さあ非常に身体能力高いんでね。反応がいい。インナーサイに持っていった。さあここは危ないぞ。危ないぞ。サッカーボールますよ、うん、サッカーボールキックでいきます。そして踏みつけ。グッドスタンプがあります。オープンはそのチャンスして足を取っている。チャンスあっという間に5分が経過しました。ここはロープを使うのはいけません。足を取ってなんとかこらえるオープレイム。踏みつけは警戒です。やはりお互い必殺技を取っている。必殺技を警戒しています。おすごい試合ですね。この必殺技をなんとかしのぐためにもう本当に手段を選ばないという高田さんね、はい、そんな感じですよね。さあ将軍またサイドに持っていきたい。しかしこれは右足でオーフレームがブロック、そして左足を立てています。マウント、マウントの人に行きました。この辺り将軍の寝技の実力もどうかと言われていますが、しかしこれ実力ありますね。寝技の力がある。膝、そしてパンチ。いいですよ今の。これ膝が当たった。少しフラッときたかオーフレーム。そして膝、うわ、やばい、強烈な膝。膝危ないですよ。さあオーフレームの後ろどうか。マウント。さあ将軍チャンス、将軍チャンス。
鳥肌だったね、これね。踏みつけ大将軍が最後は寝技でマウントパンチ。ここまで最大の伏兵、波乱を起こしてきたオーフレームですが、この準決勝で散った。これしかしチャンスでしたね。これはなかったですね。これ入ってましたからね、フロントチョーク3戦連続のフロントチョーク KO かというところ、将軍が首をのけました。アリスタここから返すのうまいんですけどね、はい、もう朦朧としたんでしょうね、意識もね。反動が良くなかったですからね。マウリシオ将軍、わずか23歳の若武者がアリスターオーフレームを下しました。決勝戦進出です。